はい、というわけで今日も元気おしゃれなメイクやっていきましょう。今日は9時からお皿磨きって何ってことについてやっていきたいと思います。それでは結論から見ていきたいと思います。徳川吉宗によって定められた裁判を行う際に基本となるものになっていきます。それでは具体的に見ていきたいと思います。9時からお皿磨きですね、これっていうのは江戸時代徳川吉宗による享保の改革あたりに作られた、ものになっていきます。はい、裁判に関するものなんですけど、実はこの徳川吉宗が9時からお皿磨きを定める前っていうのは犯罪者に関する刑罰の基準っていうのがなかったんですね。なので裁判官の判断による判決になっていたために、まあ非常に時間がかかるっていうところもあったし、あとは犯罪の後手に回ることもあったんですね。こういう事件がありました、じゃあ次からこうしてくださいね、こういう新しいことが起こりました、今までで初めてだったので、じゃあこう、今後はやめてくださいねっていう風になって、犯罪が起きてしまってから裁くっていう風になっていた。このままだと複雑になっていく社会の中で、江戸時代いろんな新しい犯罪ができていく中で、犯罪が起きてしまって後から裁くっていうことになってしまう。これは良くないだろうっていうところで、犯罪に対応するために9時方お皿磨きっていうのを定めました。これは大きく分けて上官下官からなるものになっていきます。上官っていうのは守るべき決まり事81個を定めたんですね。もうあらかじめこういうことはやっちゃダメだよ、こういうことはやっちゃダメだよ、こういうことはやっちゃダメだよっていうふうに定めてあることで、その犯罪が起こった時に、じゃあ、ここに書いてあることはダメなので、こういう、刑罰にしましょう、こういう判決にしましょうっていうふうに、まあ、あらかじめ定めておいた。そして下官っていうのは裁判の判例集ですね。今まではこうしたよ、こういう犯罪にはこういう刑罰を出したよっていうことを、まあ、記録しておくことで素早くできるんですね。一からもう一回、これってどういう状況だったの、これってどういう風になったの、この人はどういう気持ちでやったのっていう風な、形じゃなくて、昔こういう同じ事件があってこうだったからこういう判決っていう風に素早くできるようにしたんですね。はい、このように刑罰を明文化したっていうところが9時方お皿磨きの、まあ画期的なものだったんですね。はい、さらにこの9時方お皿磨きが、まあ、画期的だったっていうのは死刑追放以外の刑も出したよっていうところなんですね。今まで、この吉宗が9時方お皿磨きを作る前っていうのは、実は犯罪のその判決、まあ、刑罰っていうのは死刑が追放しかなかったんですよ。結構なんか重いですよね。もうそのままこの世からいなくなってもらうか、その場所からいなくなってもらう、追放してどっかに、別の場所に送ってしまうっていうことですね。まあ、こうすればここが平和になりますよねっていう話になったんですけど、徳川吉宗はそうじゃないでしょと。だって追い出したら追い出した場所でまた同じような犯罪を起こすじゃんと。だったらちゃんと更生させようよ、ちゃんとこの罪はやってはいけないことだ、次からはこうしないようにしようっていう風に、この死刑とか追放以外にも鞭打ちとか、そういうなんかいろんな刑罰を定めていくことで、もうこれやっちゃいけないよっていう風に、同じコミュニティの中でもう一回そのチャンスを与えるというか、その刑罰を受けることができて反省すれば、その場所にいることができますよ、命を奪わなくてもいいですよっていう話なんですね。まあ、これもまあ現代に通ずるところがありますよね。現在の犯罪が起きても、懲役何年とかっていう風になることでまた更生して、元の生活に復活できるというものなんですね。はい、このように9時方お皿磨きで、明文化されたことによって裁判が迅速化していって、まあ、江戸っていうのは非常にたくさんその問題があったそうなんですけど、それを素早く裁くことができたという話なんですね。はい、初めはこの秘密裏に幕府の中で作られて、その裁判官の人たちの中で共有されていたんですけど、まあ、なぜかわからないんですけど、各藩にも伝わって、あ、幕府はこういうふうに裁いてるのねと、あ、じゃあ俺たちも同じようにやっていこうっていうところで、各藩の裁判にも使われるようになっていきます。はい、というわけで今日は9時方お皿磨きって何ってことについてやっていきました。裁判の基準となるものになっていきます。これが作られる前っていうのは犯罪に関する刑罰の基準がなかったため、その時の裁判官の感情とか、で判決されてしまったりとか、裁判が非常に長くなってしまったりっていうことがあったんですね。これじゃあダメだよ、さらに江戸っていう、まあ時代がいろんな社会が複雑になっていく中で対応できなくなっちゃうじゃんっていうところで、作られたのが9時方お皿磨きです。上官下官になっていて、上官はこれは守らなくちゃいけないよっていう81個、そして下官では裁判こういう事件が起こった時はこういう判決を出しましたよっていうところで、素早く犯罪を裁けるようになったという話になっていきます。